ホアキン・ソローリャ・イバスティダは、スペインの画家。ソローリャは、ソロージャとも表記される。バレンシア出身。肖像画、風景画、社会的な絵画、歴史画の壮大な作品が特徴だった。典型的な画風として、故郷の明るい日差しの下の人々と風景の素朴な表現と、太陽に照らされた水が挙げられる。マドリードのサラマンカ区にあるソローリャ美術館には、 彼の作品が展示されている。この美術館の建物は1910年に建てられた彼の自定犬アトリエを当時のまま使用している。バレンシアで生まれた。2歳の時、両親がこれらで亡くなり、姉と母親の妹の家族に育てられた。おばの夫は城前の職人で、ソロウリアは工芸学校で学んだが、学校の校長が絵の才能を認め、 バレンシアの王立美術学校で学べるように親戚を説得してくれた。美術学校を卒業し、兵役を得た後、マドリードに出て、プラド美術館の巨匠の作品を模写して修行した。バレンシアの展覧会で評価され、1885年に州から奨学金を得て、ローマに留学し、ローマにスペイン政府が作った美術学校で、プラディージャオルティスに学んだ。 同じ年パリを訪れ、フランスの印象派の画家の影響を受けることになった。結婚し、イタリアで活動した後、1889年にマドリードに戻ると、すぐに人気のある画家になり、多くの展覧会で賞を得た。1893年からパリのフランス芸術家協会の展覧会へも出展を、始め何度か賞を取り、作品はフランス政府に買い上げられた。 1900年のパリ万国博覧会の展覧会に出展し入賞し、フランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓した。1909年にはアメリカでも展覧会を開き成功し、ニューヨークの博物館ザ・ヒスパニック・ソサエティ・オブ・アメリカの壁画も描いた。また多くの重要な人物の肖像画を描いたことでも知られている。ありがとうございます。